じゃあ皆さんこんばんは。初めての方ちょっと手を挙げていただいていいですか。あ、はい、わかりました。じゃあ3分の1ぐらいいらっしゃるという前提で話を始めます。今麻生先生のお話を聞いてて本当に思ったんですけれど、まあ僕は日本語の薄い本しか読んでませんので、まあ、メモを取らないんですけれど、今の歴史学というのは実はコンピューターを使わなかったらもうできないんですよね。先生がやられたのってよく似てると思うんですけど、誰が書いたのか忘れたんですが、日本書紀ってありますよね。で、日本書紀を書いた人はどうも4人以上いるらしいというのが今ほぼ定説になってます。それはなぜかといえば、今先生が言われた4字の熟語とか6字の熟語とかをコンピューターで分析していったらですね、文字の使い方が書く人によってかなり違うんですよね。で、この4人の人も例えば1人は間違いなく中国人だろうとか、そういうことまで分かってきていますので、今の歴史というのはある意味ではその理科系の資質がなかったら、例えばコンピューターを使う能力とかがなかったらもうできないようになっているので、なんかその一環はですね、今の先生のプレゼンで見せていただいた気がします。僕も初めてですごい刺激を受けましたけれど、僕は全然リテラシーが低いんでできないんですけど、まず18世紀の世界の最初にですね、スペインの王様、これはハブスブルクが代々王位を継いでいたんですけど、近親結婚を繰り返して子供ができなくなっていた。で、ハブスブルクのスペインはほぼ断絶するということがほぼ確実にみんなが分かっていたわけですね。それでルイ14世は、当時フランスを仕切っていたルイ14世は、自分のお妃はスペインの王女なんで、自分の子供にスペインを継承しようと考えていたわけですよね。でもフランスはヨーロッパで一番大きい国ですから、それがスペインを取ってしまったら、当時のスペインはアメリカ大陸をみんな持ってますから超大国になるわけですよね。で、イングランドもオーストリアのハブスブルクも絶対そんなことは許さないというふうに思っていると。そうすると戦争が始まるのは必至ですよね。それをスペイン継承戦争と呼んでいます。でもそうするとですね、ヨーロッパの耳目はみんなフランス、スペイン国境に行くわけですよね。で、北の方のことは誰も見ないようになっちゃう。南の方でドンパチが始まるんだったら北の方は誰も注目しないだろうというふうに思っているところに、スウェーデンに10代の王様が生まれましたと。そうするとスウェーデンに接しているロシアとかポーランドとかデンマークは、これはいい機会だと、誰も北のことなんか気にしないから、この際スウェーデンをみんなで分割しようじゃないかということで北方戦争を始めると。だから全てはスペインの王家断絶にあったんですけれど、そういう形で北方戦争というのがこの時期に始まったということになります。ところがロシアとポーランドのとデンマークの子さんは、このスペインの10代の王様が実は戦争の天才だったことですね。カール12世というんですけれど、
だから1700年ナルバの戦いで、これは今のザンブトペテルスブルクの近くにあるんですけれども、カール12世はやすやすとロシアの大軍を打ち破ってしまいます。でこれはただねばはないんですけど、その時にザンプトペテルスブルクやモスクワを落としていればまた変わったかもしれないんですけれど、カール12世はあまりにも大勝してしまったんで、ロシアにはもう力はないだろうと思って、近くのポーランドをともかく落としに行って、自分の言うことを聞くスタニスワフ・レシチンスキという人を王様に擁立するんですけど、やっぱりポーランドは面積は結構大きい国で、もともと貴族が強かったので、10代のスウェーデンの王様にひっくり、かき回されるようでは嫌だということで抵抗して、ポーランドの平定に5年ぐらいかかってしまうんですよね。でここでロシアは時間を稼ぐことができたという幸運がありますと。でスペインのカルドス2世は予想通り子供を残さずに死んだので、ルイ14世の孫のフェリペ5世がルイ14世の思惑通りスペインを相続します。でも当然イングランドとかオーストリアは黙っていないので、スペイン継承戦争が始まります。これは新大陸でも戦われたので、新大陸では安城戦争と言ってるんですけど、12年続きます。でこの時に、イングランドは、島国で自分でガンガンやる気ですけれど、オーストリアのハブスブルクはですね、東の方にいたブランデンブルク先帝国にですね、兵隊を連れてきて一緒に戦ってよと言うんですよね。でもブランデンブルク先帝国は、いやこれハブスブルクとブルボン家の争いですよねと、うちは関係ない人がぐずぐず言ってるんで、じゃあ王様にしてあげるから兵隊出してよ、あ王様にしてくれるんだったら喜んで兵隊出しますよということで、ブランデンブルク先帝国にレオポルド1世という王様が王位をやるわけですね。ここでプロイセン王国というのが成立します。でブランデンブルク先帝国はもう喜んでスペイン継承戦争に行く前にですね、ケーニヒスブルクに飛んで行って王様の戴冠式をやると。でここで、プロイセンという王国ができます。でイングランドはですね、連合王国はこの当時スチュワート朝と争っていましたし、イングランドはローマ教会の影響力が及ぶのはもう大嫌いですから、王位継承法というのを法律で認可してしまって、プロテスタントであるジェームズ1世の外孫になりますが、ハノーバードイツですねの選定公妃ソフィアの子孫にのみ王位が継承されるというのを法律で決めてしまいます。なぜかといえば、アンジョー今のメアリーの妹も独身だったからですね。どうも赤ちゃんが生まれそうもない、だから次の王様は確保してあるんですけど、次の王様に赤ちゃんが生まれるかどうかはわからないので、その後もローマ教会を信奉しているスチュワート朝に王位がいかないように法律で決めてしまう。今もこの法律は生きていて、確かイングランドの王位継承者は100人を超えたと思いますね。ものすごくたくさんいます。お家は安泰ですよね。でスチュワート朝は最後の王様がジェームズ2世だったんで、このジェームズをラテン語読みで読めば
ヤコブですから、このジェームスを信奉するグループをジャコバイトと呼んでますよね。ジャコバイト運動というのはそういう運動です。で、アン女王が即位して父親たちを最後の王様になるんですけれど、この時にフランスはカミザールの乱というユグノーの乱が起こるんですけど、これはフランスは新教と旧教が共存してるんですけど、ローマ教会を信奉している人とプロテスタントのユグノーとどっちがリテラシーが高いかということをちょっと考えていただいたらすぐ分かると思うんですが、プロテスタントは聖書に書いてあることはやっぱり正しいよねという人々ですから、自害もいるわけですよね。で、ローマ教会を信じてる人はよくわからないけれども立派なお坊さんが言ってることが正しいんやろうと思っている人ですから、一般に信教の方がリテラシーが高いんですよ。で、プロテスタントはどんな仕事をやってたかといえば、銀行業とか今の商社みたいな仕事とか、それから手工業、特に時計とかですよね。でもカミザールの乱で、まあ、ルイ14世には勝てませんから負けちゃったユグノーはどこへ逃げたかといえば、イングランドとかネーデルランドとかスイスに逃げるんですね。で、スイスに逃げた人は手工業をやってる人が多かったんで、ここからスイスの時計産業が始まるので、もう随分もったいないことをするわけですね。で、連合王国ではこのメシエン条約というのがすごく面白いんですが、これはポルトガルと自由貿易をやります。自由貿易をやるということはリカードの分業ですね。つまりイングランドはこの時からもう分業体制ということに入るので、このメシエン条約というのは比較優位を実践した面白い条約ということになるんですけど、で、スペイン継承戦争がどんどん続いていきます。で、1707年カール12世は満を持してロシアに遠征に入ります。もうデンマークは五点五点叩いて、ポーランドも効果の憂いなく全部潰し回ったんで、大バルト帝国ができたわけですね。で、残りはロシアにとどめを刺そうと思って出ていくわけですが、まあ、この時にイングランドとスコットランドは一つの王国になって、グレートブリテンという王国が成立しています。ところがカール12世は1709年2年間ロシアを荒らし回ったんですが、ウクライナのポルタバの戦いで実はピョートル1世に負けてしまうんですよね。で、その後カール12世はオスマントルコに亡命をします。で、オスマン朝はロシアと対峙してますから、カール12世をもてなして1711年には共同してトルートの戦いでピョートル1世を実は包囲して捕虜にしてしまいます。で、この時にピョートル大帝を殺しておけばまたどうなったかわからないんですけど、オスマン朝のスルタンはすごく気の弱い人だったんで、前ロシアに取られたアゾフ、これは黒海の北にある要衝の地ですけど、これを返してもらって元に戻してもらったらええわということでピョートルを逃がしてしまうわけですよね。で、その後カール12世は1714年にスウェーデンに帰ります。それでユトレヒト条約で
12年戦ったスペイン継承戦争はどうなったかといえば、フランス王の孫が継いだスペインはオーストリーハブスブルクにベルギーミラノナポリを全部渡しますと。でサボイア公国、これはイタリアの元になる国ですが、シチリアを渡しますと。それから連合王国にジブラルタルを割譲しますと。まあもう平たく言えばイングランドが一番得をするわけですが、なぜかといえばここで新大陸ではほとんどイングランドの一人勝ちなわけですね。もうイングランドは北アメリカをここでほぼ手中に収めたことになります。でユトレヒト条約とラシュタット条約というのはほとんど同じもので、ユトレヒト条約はフランスとイングランドの主な条約であって、ラシュタットはフランスとハブスブルクの条約、講和条約ですけれど、この年にジョージ一世が生まれて、ほとんど全く英語を話すことができない、ドイツ語しか話すことのできない王様が、血液も多分 99% ドイツ人だと思いますが、今もイングランド王家の元ですね、連合王国を支配することになりますけれど、イングランドというのはすごくそういう面では機能主義的自治的な国なんで、自分の国の言葉を話せない王様でもそれで役に立つんだったら輸入したらええのかということですよね。まあ仕事は通訳をつければいいわけね。で北方の起源地だった、まあ、カール12世1718年国に帰ってからノルウェーで死亡します。だからスウェーデンはすごく小さい国なんですけど、約20年ぐらいロシア、ポーランド、デンマークを相手に戦争を重ねていたということが分かりますけれど、このあと1721年にニスタットの和訳という条約が結ばれて、これはスウェーデンの死亡診断書と言われてますけれど、ポーランドが復活し、デンマークもそこそこ領土を取り、ロシアがバルト三国を手中に収めて、バルト帝国と言われていた大スウェーデンはだいたい今のスウェーデンの大きさになってしまいます。でこの年の前にビットリオ・アメデオという王様が、これはサボイア公だったんですけど、トリノを首都とするサルディーニア王国を創設して、これがイタリアの元になります。それからこの頃の王様は、イングランドの王様はドイツ語しか話せないわけですけれど、これも有名なほぼ史上初めてのバブルという言われている南海泡沫事件という有名な、バブルの事件が起こって、ここでウォルポールという人がこれをビシッと収めるわけですが、この人が初めて首相になって、王様はドイツ語しか話せませんから、今の形の議員内閣制のもとができて、もう1700年代の初めから連合王国は議員内閣制で、王様はいるんですけれど総理大臣が全部を仕切るという体制がいち早くできてしまいます。それから少し上に移りますけれど、まあプロイセンは義務教育を、これはヨーロッパで一番初めてますから、そういう意味ではプロイセンの強大化というのはやはり国民のリテラシーを上げることにあるので、この頃からプロイセンもちょっとずつ強くなるということが言えると思います。で、まあ、ヨーロッパはそういうふうに2つの大きい戦争、
北方戦争とスペイン継承戦争が終わって一応落ち着いたんですが、じゃあ前世紀に世界を仕切っていたアジアの三大帝国はどうなったかといえば、アメフト三世という優しい王様がオスマン朝を占めていた。この人がピョートル一世を除名したということは話しましたけれど、まあ、ヨーロッパの戦争がなくなったんで束の間の平和が訪れましたから、俗にチューリップ時代というチューリップの花をたくさん輸入してイスタンブールの町にでたくさん栽培して平和な時代が訪れた時代です。で、1707年にはムガール朝でアウラングゼーブ帝が死去します。アウラングゼーブの時にムガール朝はほぼ全インドを統一したんですけれど、強い軍事力で。ただ皆さん覚えておられると思いますが、アウラングゼーブは平たく言えば狂信的なムスリムだったんで、異教徒には人頭税を課し、ヒンズー教の寺院を壊し、圧倒的な軍事力でインドを統治したわけですけれど、実は不満はただただなわけですよね。みんな武力で抑えられたわけですから。だからアウラングゼーブが死んですぐシャーフルという、これはマラータ同盟を作ったシバージーの孫が王様になって、ヒンズー教徒やいろんな教徒が反乱を起こすようになりますから、まあ、ムガール帝国は瓦解の道を歩むことになります。で、アメフト3世がカール12世と結んでロシアに戦争を仕掛けて、ピョートルをいっぱい地にまみれさせてアゾフを取り戻して、でもまたすぐ失うわけですけど、本当にアホなことをしたもんだというふうに思います。で、オスマン帝国はオーストリアと戦争して1718年ですけれど、全ハンガリーを失うんですけれど、ロシアだけではなくてヨーロッパの方でも後退を始めるんですけど、イブラヒム・パシャというすごい賢い総理大臣がいたんで政治は安定して、これはヨーロッパの戦争が終わり、オスマン朝もロシアとの戦争も終わり、しばらく平和な時期が続くわけですね。で、中国では黄貴帝がラサに進軍して、ジュンガル軍、これは遊牧民ですけど、これを駆逐して、まあ、この頃今の中国の大きさがほぼ固まることになります。で、一番最初に三大帝国といえば、これはオスマン朝、それからペルシャのサファビー朝、インドのムガール朝を指すんですけど、一番最初に倒れたのはペルシャのサファビー朝でした。これはアフガニスタンに本拠を持つマフモードというアフガニスタンの豪族が都のイスファハンを占拠してしまいます。これでサファビー朝はほぼ滅んだことになります。中国では陽成帝という後期帝の子供が皇位についたんですが、この王様はですね、中国の三大ワークホリッカーと言われてますが、要するに一生懸命仕事をした皇帝です。最初は始皇帝ですね。それから宋の太宗です。でもこの陽成帝がすごかったのはですね、秦海朱熹と言われてますが、1200人いる地方の知事とか市長とですね、メールのやり取りを延々やるわけですね。
まあ、メールといっても当時は神しかいませんから、1200人の知事とか有名な市長がですね、全部養成邸に、うちの地方はこんなことになってますと、こういう政策をやって平和に収めてますとかいうふうに言うんですけど、それに養成邸は全部自分で赤で指示を与えるんですね。よくやった、これは丸やとかですね、こんなことやったら次はクビにするぞとかですね。だから本当に寝る時間を惜しんで働いたと思いますけれど、まあ、中国の中央集権国家というのはこういうふうに、すいません有能な皇帝が生まれて、で有能な皇帝がちゃんと仕事をしたらワープするんですよね。でもワープするのは結構大変、あのマイクを変えるのも結構大変です、ね、ちょっと小さめにするんで、はい、それでですね、この養成帝の時代に1724年ですけれど、チベットに出兵して、でチベットの一部分をですね、ガンデンポタンというのはダライラマの政府ですけれども、ここに養成帝はやってしまうんですよね。これは皆さんどっかで記憶はありませんか。その昔フランク王国がローマ教皇に、お手元不如意だったら困るでしょうという形で領土をやったピピンの騎士にそっくりですよね。だから中国の清朝はチベットの大旦那としてチベットを2つに分けたんですね。自分たちは半分、要するに東北部分を中国の領土にしてしまう、今の青海省ですね。で西の南の方をダライラマにやって、ここでご飯を食べていきなさいと。だからある意味では同じようなことが東西全部考えるんだと思いますけれども、カロリン王家がローマ教皇にやったのと同じことを清の政府はダライラマに対してやったんじゃないかと、こういうふうに考えています。それから1726年ジョージ一世の勅教状というのがあるんですけれど、これはですね、ムガール帝国、インドがどんどん散色されていくことですけど、マドラスとボンベイとカルカッタという連合王国の根拠地にはですね、連合王国の法律を適用しますよと、要するに治外法権ですね。だからこの時からインドの一部はインドでありながらですね、ムガル帝国の主権が及ばない地域ができてきたということですよね。だからアウラングゼーブからが死んでからわずか20年ぐらいしか経っていませんけれど、もうこの段階で連合王国はインドにしっかりとした共闘法を築いているということが分かっていただけると思います。それから中国の清は人頭税を廃止して地長銀という新しい税制を始めるんですけど、四大帝国の中で清だけはまだこれからどんどん大きくなります。それでペルシャの方に戻りますけれども、ナーデルというですね、軍事の天才がいて、この人がサファビー朝の王子タフマース2世の摂政という形でアフガン軍からイスファハーンを奪還します。でも
自分の力で首都を奪還することができなかった。これは軍閥の力を書いたわけですけど、アフシャール族というということは、この王様の寿命は長くないことは分かりますよね。この摂政がいずれ新しい王朝を開くということは分かると思います。でこの頃世界初の大阪堂島で先物取引が成立して、乾隆帝が中国で即位することになります。でナーデルは当たり前のようにイスファハンを奪還した後、自分で王朝を開きます。アフシャール朝という王朝ができます。そして王朝を築いてわずか3年後にはムガール朝のデリーを占領して略奪の限りを尽くします。今でもテヘランに行けば、テヘランの中央銀行の大金庫の中にペルシャの宝物が残っていて、ダイヤとか宝石とかあるいは王座とかあるんですけど、この時にデリーから分取ってきた宝石でできたクジャクの王座という王様が座る椅子がですね、鎮座してますけれど、今のテヘランに。それはこの時に分取ってきたものですね。でもムガル帝国は首都を捉えちゃうわけですから、一時期とはいえもういかに簡単に早く弱ったかということが分かりますよね。でマラータ王国ともまたデリーに、じゃあ今度はペルシャ人がデリーを入ってくるんだったら、じゃあ俺たちヒンズー教徒もデリーを取りに行こうぜということで、マラータ王国もデリーに行きます。でこの時に中国は人口調査してるんですけど、この時の中国の人口がだいたい1億4000万ぐらいですね。でアフシャール朝はオマーンを占領してますが、オマーンを占領したというのは地図ですぐ分かると思いますが、これはペルシャ湾を抑えたということですね。貿易をするためにはペルシャ湾を抑えるか、航海の先のアデンを抑えるかというのがアジアとの貿易の拠点でしたけれど、アフシャール朝はオマーンを占領して、この辺りがペルシャのピークになります。それでアラビア半島ではまだ小さい王家だったんですが、サウード家というのがあってですね、当時アラビアに起こったワッハーブ派というんですが、まあ、これはどちらかといえばものすごい厳格でムハンマドに帰れと、まあ平たく言えばイスラム教のプロテスタントみたいですね。どんな宗教でもそうですけど、流星するとだんだん神になりますよね。でローマ教皇がきれいな宮殿に住んで、きれいな女性をはべらせて、おいしいものを食べて、ひたすらお金を集めているのに対して、けしからんというのがもともとルターの運動ですよね。イエスはそんな贅沢してへんぞと、聖書には書いてないやないかというのが信教の考え方ですけれども、オスマン朝の王様も贅沢をしてますから、当然それに対してムハンマドはそんなんじゃなかったよねというのがワッハーブ派の考え方ですけど、サウド家が帰依したことで、ここで約100年弱続くワッハーブ王国、これはサウド家の第一次の王国ができます。今のサウジアラビアはこの第二次王国ですね。それで、まあ、最後の征服者と言われているんですけれども、ナーデルシャーというペルシャの王様が暗殺をされてしまって、でその時に
ナーデルシャーの部下だったアフマドシャー・ドルラーニーという人がアフガニスタンで自立して、ここであの今のアフガニスタンの元ができます。この人も戦争の天才だったので、アフガニスタンもこの後軍事的にものすごく強い国になって、この後イングランドがアフガニスタンに攻め入って大変苦戦をするわけですね。アフガニスタンはすごいあの山の国なんですけれども、もともとはなぜアフガニスタンが大事かといえば、インドと中央アジアを結ぶ街道にあるわけですね。だからアフガニスタンを抑えたらインドを通じてインド領に出やすくなる。だから中央アジアの遊牧民がインドに入ってくるときは全部アフガニスタン経由ですよね。で、皆さんはずっと前にインドアーリア人という言葉を聞いたことがあると思います。インダス文明が滅んだ後、インドに入ってきたのはインドアーリア人、インドヨーロッパ部族ですよね。で、このアーリアという言葉の語源というのはアフガニスタンがアーリアです。アフガニスタンをラテン語に呼んだものがアーリア人なんで、つまりインドアーリア人というのはアフガニスタンから来た人という意味ですよね。そういう意味でこの今までアフガニスタンというのはなかなか自立することはなかった。当然10世紀頃にガズナ朝とかボール朝というアフガニスタンを本拠にした王国もできたんですけれど、これらの王国はアフガニスタンだけではなくてインドと中央アジアを包含していましたけれど、もうアフガニスタンのみでコンパクトにまとまって自立した王朝というのはこれが一番最初になります。それでその後のヨーロッパの方に戻りますけれど、バッハがライプツィヒのトーマス教会のカントルになった頃にガリバー旅行機ができて、それでスウェーデンのが領立した王様はですね、放逐されましたから、ポーランドはザクセンがドイツの国ですね、ポーランド王を兼ねていたんですが、この王様が死んでいい候補がいなかったので、カール12世が推したスタニスワフがもう一度王様になるわけですね。で、なんでなれたかといえば、実はスタニスワフは自分のお嬢さんをフランス王のルイ15世に嫁がせていたんです。そうするとフランスにとってはスタニスワフというのは元はスウェーデンに養育された王様ですけれども、自分の奥さんのお父さんになるわけですから、これは押すしかないですよね。で、フランスが戦う相手はドイツ、つまりザクセンとかオーストリアになるわけですけれど、オーストリアとの戦争で必ず出てくるのがサルディーニャです。サルディーニャはトリノを中心としたイタリアで一番大きい王国になろうとしているところですけれど、皆さんご存知のようにミラノとかベネチアはこれの方はオーストリアが領土にしているわけですね。だからサルディーニャにとってはオーストリアは宿敵なわけで、イタリアにとってはハブスブルクが宿敵なわけですから、ポーランド継承戦争という戦争はフランスとサルディーニャが組んで
で、それからザクセン、オーストリア、ロシアとの戦争になるわけですが、この戦争の結果どうなったかといえば、じゃあスタニスワフは王様にしてあげましょうと、今は王様なわけですからね、でロレーヌを統治しましょうと、でも一代限りですよと、でポーランドはザクセンに戻しますと、じゃあロレーヌ公は、公爵は今のナンシーを一つロレーヌ公国を治めてるわけですけど、自分の国はないわけですね、フランス王の臣下ですけど。でその時にちょうどトスカーナのメディチ家の王様が、大公がですね、子供がなくほぼ死にかけていることが分かっているので、ロレーヌ公はどうせトスカーナの王様がもうじき死んじゃうから、交換したらどうですかということで、まあ、非常にめちゃくちゃな話なんですけど、トスカーナの預かり知らぬところでこういう約束がなされます。でスペイン、このスペインというのは実質フランスと呼んでいいんですけれど、ブルゴーニュ朝のスペインはナポリとシリアを回復しますから、これはもうオーストリアがボロ負けに負けたという戦いなわけですね。それで予想通りこの条約ができたのが1735年ですけれども、2年後にトスカーナの大公のジャン・ガストーネは列強の予想通り子供を残さずに死んじゃうわけですね。そこでロレーヌ公のフランツ・ステファンがトスカーナを取ってしまいます。でただこのメディチ家の最後の王様が死んだ後、最後に残った女性がアンナ・マリア・ルイーザというメディチ家の最後の王女様が残ったんですが、この王女様は死ぬ時にメディチ家の最後の相続者ですから、けれどもロレーヌ公と一つの契約を結ぶんですね。メディチ家の集めた財宝はロレーヌ公に全部あげるけれども、フィレンツェを離れることは許さないと、宝物は全部フィレンツェに置いとくんだよねという契約を残して死にます。でもすぐ想像ができますね。その契約で残されたメディチ家が集めた宝物が今のウフィツィ美術館の作品ですよね。それで1740年今度はオーストリアの方でハブスブルク家ですけれども、男性の後継者がいなくてマリア・テレージアが即位します。そうすると女性の王様だから、あのスウェーデンのカール12世が10代だったんで、ちょっと領土を分取ってやろうと思ったのと同じようで、まあ、女性の王様だからこれを組みしやすいと思ったプロイセンのフリードニヒ2世がシレジアに侵入して占領してしまいますね。これがプロイセンオーストリア継承戦争という戦争です。でもこの戦争は、戦争した結果マリア・テレージアはですね、シレジアを取り戻すことができなくて、頑張って戦争したのに火事場泥棒のように入ってきたプロイセンのフリードリヒがシレジアという領土を取って終わってしまったわけですが、ここでマリア・テレジアは恨み骨髄に徹するわけですよね。で彼女は実はフリードリヒが考えるよりもはるかに強靭な意志を持っていたので、彼女の一生はフリードリヒに対して
なんとかこの恨みを晴らしてやろうということで世の中が動いていきます。で、カローデンの戦いという戦いがイングランド、スコットランドで戦われて、ジェームズ2世の孫のチャールズがここでイングランド軍に敗北して、ここでジャコバイト運動、つまりスコットランドのスチュワート家を復活させようという運動は終結を迎えます。この時にインドではフランス軍にデュプレーという非常に有能なリーダーがいて、マドラスを占領してイングランドの拠点の一つを潰してしまうんですね。で、この頃には、この時にはインドにおける勢力はフランスとイングランドが拮抗することになるんですけれど、これがもう一時、これが最後の輝きでした。で、フランス国名を予告させる百科全書がこの頃から作られ始めます。で、リスボンの大地震があったのも、この時になりますけれど、で、その後ですけれど、マリア・テレジアは何を考えたかといえば、プロイセンが憎くてしょうがない。ところがフランスの旧敵はブルボン朝ですよね。ごめんなさい、ハブスブルクの旧敵はブルボン朝ですよね。ということは、オーストリアは、ハブスブルクは必ずブルボン朝と大喧嘩をする宿命に今までずっとあったんですよね。ということは、敵の敵は味方ですから、ブルボン朝はフリードリッヒに肩ひれするわけですよね。ハブスブルクは敵ですから。そこで外交革命と言われているんですけれど、マリア・テレジアはプロイセン憎さにブルボン朝と今まで喧嘩してきたことを全部ご破算にして、ブルボン朝と結ぼうということを考え始めるわけです。カオニッツという大臣を使って、その駒に使われたのがマリー・アントワネットですよね。フランス王大使に嫁ぐことによって、今まで犬猿の仲だったフランスのブルボン朝とドイツ・オーストリアのハブスブルクが仲良しになるわけです。これは外交革命と呼ばれて、ヨーロッパ列強はみんな悪見となったわけですよね。犬猿の中のニケがある日仲良くなって、マリア・テレジアのお嬢様をブルボン朝の王子に嫁がせるということを発表したわけですから、それで今度はマリア・テレジアは七年戦争という形でプロイセンに戦争を仕掛けます。これは新大陸ではフレンチインディアン戦争と言われてますけれども、オーストリアとブルボン家が結びます。で、さらに当時のロシアはエリザベータという、これもピョートル大帝のお嬢さんが政治を行っていました。で、このお嬢さんはあんまり政治はしなかったんですけれど、やはりプロイセンについては同じ女性の王様の火事場泥棒的なことをひどく憎んでいたので、このエリザベータはフリードリッヒ2世が嫌いだった。そうすると、ここでオーストリアとロシアとフランスというものすごい同盟ができてしまって、プロイセンを追い詰めるわけですね。で、プロイセンの同盟は
フランスはフランスに必ず敵対する連合王国しかない。でもこの構図はちょっと考えていただいたら分かるんですけど、戦争はベルリンを中心とした東ヨーロッパですよね。でそこにイングランドは遠すぎますよね。お金を送ったり海軍で支援することはできても、そんなに対して応援することはできない。もっと言えばイングランドは何よりも自分の国の国益を大事にする国ですから、この際にインドやヨーロッパを、インドや新大陸をガンガン自分の領地にしてしまうと、まあプロイセンのフリードリッシュは最悪の場合負けて死んでもまあええわと、そういうふうなスタンスですから、そこでプラッシーの戦いでクライブという連合王国の将軍がフランスとインド大使の連合軍に大勝して、まあここでフランスの一時のインドにおける覇権も消えてしまうわけですが、実はフランスは本当にアホなことにですね、デュプレをフランスにも召喚しているんですよね、戦争の天才を。まあそういうことがあって、でこの頃はハレー彗星が初めて接近して、ハレーの予測が実証された年でもあるんですけど、ついに1760年、戦争を始めてから4年後にロシア軍がベルリンを占領してしまいます。でフリードリヒは軍のほとんどを失って、もう追い詰められて、ここでプロイセンの命運がほぼ尽きかけます。それはそうですよね、フランスとオーストリアとロシアから攻められたわけですから。ところが奇跡が起こるんですけれども、エリザベータが急死するんですよね、ロシアので。エリザベータには子供がいませんでしたので、自分の甥のピョートル、これは実はドイツのユトランド半島のあたりにあった小さい王国の王子で、スウェーデンの王家とロシアの王家の血を引いていたんですけど、血筋からいくとピョートル大帝の外孫になります。エリザベータはこのピョートルを自分の後継者としてサンクトペテルブルクに引き取っていたんですけど、このピョートルは少し変わった人で、というか多分少し能力が低かったんだと思いますけれど、自分のドイツをひたすら懐かしんで、ロシア語は一切勉強しない、ロシア正教のところには行事には出ない、それでフリードリヒ2世の軍隊に憧れてフリード2世の真似をして遊んでいた子供ですよね。で子供のでもエリザベータにしては、こんな出来損ないのおいでは自分の王朝が心配ですから、早くお嫁さんを呼んできて、それで孫を作っておかないと安心して死ねないと思っていたんですが、エリザベータには婚約者がいたんですね。やっぱりドイツ貴族です。すごくハンサムで、エリザベータも若い頃に恋を焦がれていたんですが、ロシアに来て結婚直前に死んでしまうんですよ。でその後エリザベータは長身というかボーイフレンドをたくさん作って、それは優雅な生活を送るんですけど、やっぱり初恋の気持ちというのは強く残ってますよね。でその初恋の相手のドイツの小さい王家から適齢期のお嬢さんを連れてきてピョートルに見合わせます。ゾフィーという名前です。後のエカチェリーナ大帝ですね。
でゾフィーは小さい頃すごく貧しい暮らしをしていたんで、ロシアに来た時お父さんとお母さんと切り離されて、彼女は考えるんですよね。私の運命はロシアに溶け込むことしかない。でピョートルと違ってロシア語を必死に勉強し、ギリシャ正教のことを一生懸命勉強して、エリザベータの気に入ろうとなります。でもピョートルは彼女には興味がないので、赤ちゃんは生まれません。そこでやはり愛人ができて、それでパーベルという子供を産みます。でもこれは愛人の子供かピョートルの子供かわからないんですけれど、でピョートル三世が即位した時にエカチェリーナは三人目の子供を身ごもっていたわけですよね。もちろん愛人の子供です。近衛連隊のオルロフという兄弟の一族ですけれど、グリゴリー・オルロフというんですけれど、でもピョートルも愛人がいたので、それはあれなんですけど、極秘にこの赤ちゃんを産んだ後しばらく様子を見ていて、エカチェリーナは自分で有名なクーデターですね、白馬に乗ってこの連隊を引き連れてピョートルを廃して自分がロシアの皇帝になりますよね。ただこのピョートルが半年余り皇位についていた間に助かったのはフリードリヒ2世です。なぜかというと、ピョートルは憧れているフリードリヒ2世に兵を引くなどとんでもないわけですから、ベルリンを占領しているのに全部元のままにしますと言ってロシアの兵隊をベルリンから引き上げているわけですよね。これでフリードリヒは生き返りました。ということはロシアの宮廷の内外には怨嗟の声が満ち溢れますよね。せっかく4年も戦争して宿敵のフリードリヒを追い詰めてベルリンを占拠したのに、新しい王様は何の見返りも見ずに全部兵を引いてしまった。そうしたらエカチェリーナ待望論が生まれるのは当然ですよね。ロシアはずっと女性を治めてきた歴史もありますから、なんか旦那はドイツ美意で全く根性がないけれど、奥さんはロシア語もペラペラだし、ロシアの民衆に溶け込んでると、これがクーデターの成功をならしめた要因ですよね。でこの形で7年戦争、7年戦争が終わるわけですけど、結局息を吹き返したフリードリヒのおかげでシレジアは戻らなかったわけですよね。でこの外交革命というのは何をもたらしたかといえば、長い目で見ればやはり愚かな政策だと思いますよね。なぜかといえばハブスブルクというのはドイツの親分ですよね。でドイツの親分がドイツの中で、元はといえばプロイセンの王様というのはハブスブルクが大いにつけてやった人ですよね。でその格下のプロイセンが憎いというばかりでフランスと結んだということは、ドイツの諸侯にとってはハブスブルクというのは自分の家の方がドイツよりも大事なんだということになりますよね。ということはこの外交革命は一時はフリードリヒを追い詰めたんですが、長い目で見たらドイツ諸侯がハブスブルクから離反して、ドイツの名手がプロイセンに変わることを多分助けたように考えられますから、よく長期短期の戦略というのがありますけれど、
短期の戦略としては外交革命は優れたものかもしれませんが、長期の戦略としてはハブスブルクの弱体化を多分招くことになったんだろうというふうに思います。で、この戦争は同時にフランスをさらに弱くしました。フランスはマリア・テレジアと同盟を結んだわけですから、一生懸命戦争しているわけですが、フランスはプロイセンに目が向いているときに、さっき言ったようにイングランドはヨーロッパなんかどうなってもええからインドと北米を取ってしまうぞと思っているわけですから、意気込みが違いますよね。で、この戦争でカナダ、当時はノーベルフランスと呼んでましたけれど、カナダが崩壊し、でニューオーリンズとかルイジアナはスペインも頑張って味方してくれたんやから、なんか褒美やなあかんということでスペインに渡して、北米におけるフランス領というのがここでも消滅してしまうということになります。そういう面ではブルボン家にとっても、この外交革命、ハブスブルクと結んだ同盟というのはあんまりいい結果を招かなかったということができると思います。以上が18世紀の世界の概要ですけれど、前半の世界の概要ですけど、この世界を見ていると、特にヨーロッパでは家と家の関係、誰と結婚し自分の家をどういうふうに伸ばしていくのかということが、やはりヨーロッパを動かしていた主軸であるような気がしますよね。もともとはフランス王がスペインで断絶することをうまく捉えて、自分の孫をスペイン王にしようと思ったことからヨーロッパは揺れ動いて、そこからブルボン家のエゴとか、ハブスブルク家のエゴとか、あるいはプロイセン王家の火事場統合的な動きとか、全て自国をうまく勢力均衡、バランスオブパワーの中でどうやったら得をするか、あるいは弱った国はすぐに襲いかかられるとかいうこともすごくよく分かりやすい気がしますよね。で、アジアの方では中国を除いてインドもペルシアもオスマン朝もちょっとずつ衰えていく時代であった、まあ、そういうふうに考えれば分かりやすいかと思います。じゃあちょうど1時間ぐらいですから、これでプレゼンが終わって、浅川先生と一緒に皆さんと質疑応答させていただければと思います。ありがとうございました。はい、じゃあここからいつものように質疑応答したいと思います。皆さん活発に質問してください。どちらでもいいですけど、でそれ以外のテーマでも結構です。どうぞ。はい、どうぞ。支持通貨は、はい、その中国の今 の, そのトップの人たちも呼んでるようなものなんですか。はい、わかります。それは私直接聞いたことないからわからないですけども、今中国では先ほど言いましたように白話、いわゆる現代文になったやつがあるんですね。それは多分20年ほど前に台湾で翻訳されて、まあ、その前に何回か翻訳されたんですけど、一番有名な白楊という人が台湾で翻訳しました。それは台湾でベストセラーになった、あと中国でも当然ベストセラーになってます。そういった全巻ですね、296巻分あるやつがあります。プラスあとそこから抜粋したやつですね、それもいくつもあります。なんていうのか、書虫ですね、書の虫というサイトを検索してみてください。もうそれこそ史実眼の名前でダーッといっぱいあってですね、白話のものもあれば原文のやつの抜粋のやつもあります。あ
多分読んでると思います。というのはですね、中国の場合は本屋に行ったらですね、漢字でタイトル読みますよね、うん、ですごく面白いのは、僕は中国に行ったら必ず大きい本屋に行くんですけれど、半分ぐらいで記事ですよね、うん、で僕の経験でも、中国の共産党の幹部といっても上海市のナンバー5ぐらいの幹部ですけれど、まあ、そういうのもかなり偉いんですけど、その人と飯食ってる時にすごく仲良くなったんで、もう20年ぐらい前ですけど、ロシアが崩壊して次は中国の番だよねと言ってるとですね、自由に言えるんですよそしたらこういうふうに切り返されたことを覚えてますよね。出口さん、なんでロシアが崩壊したか知ってますかと。いや、それ共産主義やっぱりまずいんじゃない、違いますよと。ロシア人は読むのがなかったんですよと。せいぜいマルクス、レーニン、ヘーゲルぐらいしか読んでないんで、国は滅ぼしたんですけれど、我々は5000年の歴史を読んでるんで、国なんか絶対潰しませんよって平然と言ってましたから、読んでるんだと思いますはい、本当に中国の本屋行ってみてください。漢字読めますから。そうですね、北京でも上海でもすごい、何読んでるか分かりますよね。すごい面白いです。共産主義の本なんかほとんどない歴史とビジネス書ばっかりです。MIT とかハーバードのビジネス書、うん、いや、そういえばね、私も台湾と香港しか行ったことないですけど、台湾の本屋行ったらですね、まあ、いわゆる日本でいう古典籍ですね、ああいったやつがわーっとありましたね。それも、学習参考書的にもう全部振り仮名みたいな振ってあって、プラス日本でいうレテンみたいなやつ、そういう感じのやつが置いてありましたね。はい、ありがとうございます。それ以外にありませんか。座ってみましょうか。はい、どうぞ、どなたでも。はい。あ、どうも、貴重な講演ありがとうございました。で、浅田先生の本の中に、昔の中国のと今の中国は類が違うという。え、何が？類が違うという。はい、類が違うですね。あれだと思うんですけども、そういう意味では史実感というものを逆にずっと読んできたらあまり変わらないんじゃないかという気も、あと、まあ、そのね、論語とかずっと、それからの本がずっとあるわけですから、あるんですけども、それは、まあ、その中の話だと、そういういろいろ、まあ、遺跡とかそういったのが来たから変わったみたいなことが書かれてましたけども、これずっと読むのが同じであれば、かなりそういう精神性みたいなものは続くのかなという気はするんですが、これがなぜ変わってしまったのかということをどのようにお考えなのか伺えればと思います。はい、わかりました。多分次の本に書こうとしていることをさっき言えたという話だと思います私の感じではですね、やはり論語とか書いてあるの、まあ史記と、そうですね、新書というのは三国志の次の本ですね。それを比べるとはっきり違いが分かるのは、史記に書かれてあるのは結局その国、例えば義の国であるとかその国であるとかですね、その国の社食っていう、要は国のお守りですね、お社をこう体制しているんです。まあ、言ってみれば日本という一つの国は天皇家があると、それと同じようにその国々の王様に対して何とかしようという、そういう意識が史記の中にも書かれてあるんですね。まあ、史記といっても当然漢の前も漢もそうなんです。しかし、新書、いわゆる三国志の後から異民族が入ってきてから、そういう社食という概念がほぼ欠落してるんですね。でそれを私は類が異なると書いてあると思います。まあ、言ってみれば今まではそういう、プリンシプルがそれぞれの場所場所にあって、それを目指してみんな団結しようとしてるのを、異民族の形で、結局はもうなくなってしまったというのが私の考えです。そして多分これ出口さんに聞いた方がもっと明らかにどうか僕は中国は基本的に変わってないというふうに考えているんで、そのベースはものすごく広くて人口もたくさんいて豊かな国なんで、こんな国は優秀な官僚はきちっと抑えなあかんという始皇帝の設計図を未だに変えてないですよね。
で、制度はやはり人々の意識を作りますから、もう中国は昔から変わってないと思います。例えばあの汚職の話がありますよね。どうぞお座りください。この汚職の話も官吏という言葉が皆さん聞いたことありますよね。あの官と吏って分かりますよね。官吏の違いというのはものすごい簡単で、官というのはキャリアなんですよ。吏というのはノンキャリアなんです。で、官は国から月給が出るんですよ。吏はゼロなんです。じゃあ吏はどうしてご飯食べてるかといえば、こっちが使うんですね、すいません、あの地方の役所はほとんど吏がいっぱいなんですけれど、吏はお客さんから手数料をもらうんですよ。要するに賄賂なんですよ。でも吏というのは地方の実情を知ってますから、めちゃくちゃ賄賂を取ったら自分が死ぬわけですよ。だから徳川家康じゃないですけど、生かさぬよう殺さぬよう上手に賄賂を取るわけですよ。これはもう宋の時代にそうだったんで、官は国から月給をもらう、吏は賄賂で生きていく、賄賂というか手数料ですね。これはもう中国の伝統なんで、今巨大な賄賂になっているのは、これも多分中国人に言わせれば、でももっと儲けてるんだから巨額の賄賂取っても誰も死なへんやないかと、こういうふうに多分答えるんだと思うんですけど、そういう意味では基本的には僕は中国人というのは変わってないような気がします。中央集権国家、官僚統制、カエサルとかムアウィエと考えた同じことをやってるんですよね。大きい国になったら統治機構をちゃんとやって、官僚が統治しなければまとまらないよと。これを考えたのは世界では始皇帝カエサル、それからイスラム帝国を作ったムアウィアですよね。ありがとうございました。それ以外ないですか。はい、どうぞ。はい、どうぞ。貴重なお話ありがとうございました。あの根本的なその歴史の見方であるとか考え方についてちょっとアドバイスをいただきたいんですけれども、あの例えば時間軸の見方と、まあ、地域で横串で見ていく見方と、あとは、まあ、イベントごとのこう因果関係みたいなところをこ う, うまくこう捉えて、で自分なりにこう咀嚼していくっていうのは、やっぱりこうイベント単位であったり人単位であったりっていうのは、まあ、世界史で習った時の知識でこうなんとなく覚えてるんですけど、やっぱりこういった形でこうストーリーであったりこう時間軸とこう地域軸っていうのをこうきれいにまとめて説明していただくっていうのは結構自分ではなかなかできないことで、まあ、今後あの、まあ、自分でもこう歴史に関心を持ってこう勉強していくにあたって、なんかコツであるとかそういったものをアドバイスいただけるとありがたいです。あの歴史学っていう学問をものすごい荒っぽく整理すれば、19世紀にプロイセンで発達した学問が歴史学と言われてるんですよね。ランケとかブルクハルトとかイメージが湧くと思いますけれど、でも多分ですね、今の歴史学でベースになっているのはブローデルとかウォーラーステインの考え方だと思うんですけれど、例えばブローデルの考え方というのはものすごい簡単で、全体史と言ってますけれども、要するに大中小ですよね。大きい波があり小さい波があり中ぐらいの波があるということをブローデルは言ってるわけですけど、じゃあ大きい波は何やといえば地理的条件ですよね。例えば日本の横にコリアがあることはどうしようもない条件ですよね。あるいは気候の大きい流れ、暖かくなったり寒くなったり火山が爆発したりすることは人間を止めることができないわけですから、こういう要するにどうしようもない地理的な条件や気候の条件のような大きい波がまずベースにありますよね。でその上に国がありますよね。
まあ、当時の国は18世紀で言えばハブスブルク家とか、ハブスブルク家というのはブルボン朝が敵やとかいう核を持って生きてきた王朝ですけれども、あるいはあのブルボン朝、あのハブスブルクにしては同じようにあの相反するわけですけど、そういう国のそ の, あの国 の, あの置かれた地位による宿命や、これもなんでフランスとあのブルボンとハブスブルクが仲が悪いかといえば、ドイツとスペインに挟まれてるからブルボンとしてはこんなもん許せんということになるわけですよね。だからこういうその大きい流れの中に中ぐらいの動き波がある。これはまあ戦争とか、まあ、10年も続く戦争というのは中ぐらいの波ですよね。戦争とかそれぞれの家の思う枠がある、まあ、国家の国益で今だったら言い換えればいいんでしょうね。で小さい波というのはその上に立つ事件とか人物ですよね。フリードリヒ2世のようなちょっと小遣い王様が突然生まれたり、あるいはピョートル3世のようななんかすっとぼけたドイツ美意気の王様がたまたま生まれたり、エカチェリーナのようなすごく意志の強い王様が生まれたり、あるいはたまたまハブスブルクに男の子が生まれなくてマリア・テレジアが継いだりと、これは小さい波ですよね。こういうふうに歴史を捉えること で, でさらにウォーラーステインはそれを世界システムというふうな形で、でも世界って交易で結びついてるんだから世界って一つだよねと、で必ず中心があって辺境があるよねと、この結びつきで世界を立体的に捉えようとしたと。でも世界というのは結びついてる間に世界帝国という形の政府になる場合と、でもそんなに大きく離れた国々を全部統治するのは大変なんで、世界経済という形で国は作らなくて経済という形で世界をシステム的に融合するというふうに捉えたというふうに思うんですけど、今の歴史の見方というのは、その僕の専門家じゃないんで素人の意見では、やっぱりそのブローデルとウォーラーステインの上に乗っかった見方をみんながしてるような気がしますけれど、いかがですか。まあ、あの私は出口さんのような幅広い見方はできないんですけども、私のやり方はですね、その時代の、原点、本物の 書物を読むことですね。まあ、中国で言えばあの司馬遷の史記がありますね。で三国志でも三国志演義じゃなし三国志の方とか、あとあの漢書とかいうのも全部今現代語訳されています。まずそれでその本物を読むと、いわゆる自分たちの持ってる、いわゆるなんていうんですかね、倫理観ではない当時の倫理観が分かるんですね。そういった非常にスポット的な捉え方をします。したがってその原点が読めないところって私もあまり関心が出てこないんです。でもう一つの原点というと、あのギリシャローマのところがありますね。まあ、あの多分岩波文庫で青いやつで、ギリシャローマを探すと非常にたくさん本が出てきます。まあ、ローマ皇帝列伝であるとかですね、それとタキトゥスの、同時代史とか、そのアナーレンというのいっぱいあります。そういったものでその人その時々の人が実際にどう生きたかという、まずそのピンポイントでその人の生き方を知りますね。それからその時代の人々の生活がどうなった、それとかあのギリシャローマでいうと例えばポンペイの遺跡とかある、そういったものを見て自分がその時代にいてるようなあの感じでその時代を見ると、そうするとなんとなくこう分かってくるんですね。でそうやってピンポイントのやつが何個かあると、後をつなげるのはなんていうんですかね、大きな橋 の, はあの柱を作るとその間なんか渡っていけるような感じがするんですね。まあ、したがって私はそういうような見方をしています。ありがとうございます。あの ちなみにですね、あの僕は日本語訳でしか読めないんですけれど、語学は全然できないので、あの岩波文庫にほとんど入ってるんですけど、あの東洋の文献っていうのは東洋文庫、平凡社は東洋文庫がすごくいいですよ ね。 そうですね。それからここはたまたま京大オフィスなんですけど、京大が最近ですね、京都大学出版会から西洋古典蔵書というのを出していて、これはあのすごくあの若い先生が全部ギリシャローマの
古典を新しい訳にしてますので、あの帰りに図書館で、あのそこに図書館がありますから覗いていかれたらと思いますけど、まあ岩波文、日本語で読むんだったら岩波文庫と東洋文庫に加えて、京大の西洋古典蔵書も結構役に立つような気はしています、はい、それ以外ないですか。あと2つぐらい質問を受けたいと思います、はい、何でも結構ですから。どうぞ。貴重なお話ありがとうございます。あの江口さんのお話された方で伺いたいんですが、はい、まあ、ヨーロッパの王族でロシアのエカチェリーナ城とかですけど、あの外国からあの王様を連れてくるということが結構あったと思うんですが、これは当時一般的だったんでしょうか、また一般的なのか特殊な事例なのか、またそうだとしたら、まあ、このようななかなかあのその国の人にとっては外国から来た王様というのは受け入れにくいと思うんですが、まあ、なぜそういうものを受け入れるような措置があったんでしょうか。そこのあたりをどう考えるのかお聞かせ願えないでしょうか。はい、あの一番簡単なのはですね、やっぱり血筋なんですよ。あの人間って能力ってあんまり変わりがないじゃないですか。そうすると、あの人は優秀だから王様にしようというのはなかなか平和に決まらないんですよ。あいつがなれるんだったら俺もっと優秀やぞというやつがいっぱい出てくるんですよ。ところが血筋というのはこれどうしようもないじゃないですか。そのすごく昔に王様がいて、その王様の血を引いてるから王様というのが一番楽なんですよね。だからイングランドの場合はいわばノルマンコンケストからウィリアム征服王の血を薄いけれどもみんな引いてるわけですよ。でこの王位継承法というのはスチュワートの血を引いてる、エリザベス女王が死んだ後スチュワートに譲ったわけですけど、スチュワートの血は引いてるんですけれど、今までローマ教会が好きな王様を選んだらろくなことはないよね、みんな知ってるよねということがロンドンの街の中ではコンセンサスであるので、ローマ教皇が大好きな王様を除いてじゃあスチュワートの血を引いてる人だったらいいよねという、要は貴族とか大商人の利害が一致してるんで、極端なことを言えば政治は議会がやるわけで王様は誰でもいいわけですよね。大義名分さえつけば、これがイングランドのケースだと思います。でフランスの場合はこれはずっとフランスはフランクですから、要するにカロビンメロビングカロビング以来ずっとあのカペ王家というのがフランス王なんですけど、バルワ朝であってもブルボン朝であっても全部カペ家の一族なんで、これはユーグカペ以来のみんな血を引いてるから王様で OK なんですね。でフランスは割と男の子が生まれたんでずっとフランス人の王様が来ましたと。でロシアの場合もドイツから引っ張ってきてるんですけど、理屈はやっぱりロマノフ王朝を作って初めて皇帝になったピョートル一世の血を引いてるというのが基本ですよね。でピョートル一世の血を引いてるエリザベートからエリザベータから娘ですから、それからピョートル三世というのはピョートル一世の外孫になると。でエカチェリーナの場合はものすごく難しいんですけれど、血を引いてませんから、でも子供を産んでるわけですよね。でこの子供は要するにピョートルの血を引いてるわけですよ。ところがロシアの場合は血に加えてピョートル大帝が皇帝は今の皇帝が決めるという法律を作ってあったんですよ。だから多分クーデターを起こした時はピョートルの後はパーベルというエカチェリーナの4歳ぐらいの子供が後を継いで、エカチェリーナは摂政として政治を見るのかなという人もいたと思うんですけど、エカチェリーナはともかく有能だったんでそのピョートルの遺訓を引いて
自分を皇帝にしてしまったんですよね。でも変な話ですけど、例えばロシアの王朝というのは宮殿では全部フランス語を話してるんですよ。で要するに服とかご飯とかも全部フランスが買ってるんですよね。だから今のフランス料理ができたのは、実はロシアの宮廷は寒いんで、それまでのフランス料理というのは机の上にみんなバーンと出すんですよ。前菜からメインからデザートから。でもロシアでそれやったら冷えていくんで、寒いんで、じゃあ順番に出そうというのがロシアで発達したわけですけど、まあ、そういうふうな国柄なんで、しかもロシア国民ってほとんどが農奴ですから、この時期大体2,400万の人口だと思いますけれど、ほとんどが農奴で皇帝とかそんなに見たことはないわけで、宮殿でやってるわけですから、それで別にドイツ人でも有能でロシア語を話してロシアのことを思ってくれるんだったら別にええというふうな多分感じなんでしょうね。だから継承戦争という言葉があるように、結局大義名分ってやっぱり自分の方が血が濃いとか、要するにその血筋をベースにして、あとは利害が絡んでうまく調整を取って継承戦争をやって、それで王位を認めたり、王様にしてやる代わりにちょっと領土よこせとか、そういうバーターをそれぞれの列強がやってきたというのが答えで、国民の意識がないんで文字も読めませんし、国民意識がなかったら別に外国人でも全然構わないんですよね。もっと前はポーランドは選挙王政になったんですけど、何人でも構わへんと、貴族が選挙で選んだ人が王様になるわけで、しょっちゅう外国人の王様来てますよね。でもそれで無事に収まったら、国民は新しい王様ができましたよって言ってこう仰ぎ見るだけなんで、文字も読めなかったら別に抵抗はないんだと思います。要するにそれぞれの豪族というか大王家というか強力な家紋が結局その自分の利害で動いていたというのがまだ18世紀の世界で、国民国家はできてませんから、全然 OK だったと思います。はい、もう一人、はい、どうぞ。はい、本日ありがとうございました。私の認識というか、思ってたのは、中国についてお二人の質問なんですけども、例えば今の中国 の、 倫理観であり、モラルであるというところについて、文化大革命というのは、一つ大きな影響が与えたのかなと、文化人が移送されてしまったということを思ってたんですけども、今の今日の話などをお伺いしている中で、もしかしたらそうではなくて、そもそもそういう人たちであったとして、そうなると文化大革命って今世界史の中で小さな波に過ぎないのか、それとも実はあそこの影響は大きかったのか、その辺の捉え方としてはどちらなのかなって自分の中で分かんなくなってしまったんですけども、お二人のご意見をぜひお伺いできればと思います。どうぞお座りください。正直言うと僕も分かりません。多分今は文化大革命はですね、毛沢東が劉少奇を打ち倒す権力闘争だったということはもうほぼ通説になってますよね。でもこれが要するに明らかに分かっていることは、中国の歩みを20年30年遅らせたということは間違いのない事実ですよね。でもそれはある意味では日本にとってはものすごいラッキーなことで、毛沢東が文化大革命の前に死んでいて、鄧小平が仕切っていたら、きっと中国は高度成長を始めたんで、日本がこんなに高度成長できたのかというふうな議論もあったりですね、あるいは文化大革命でもうめちゃくちゃ貧しくなって、こんなのはもうこりごりだということになったので、逆に鄧小平がこれからは白猫でも黒猫でも
ネズミ取ってくればええんやでと言ったら国民が一斉にそうやそうやと言ってまとまって経済発展ができたのか、これすごい難しい問題ですよね。だから小さい波か大きい波かは分かりません、分からないんですけど、20世紀の中国にとっては文化大革命というのはものすごく大きい波であったし、その影響というのはアジア、東アジア全体に及んだと思いますけれども、100年200年たって考えてこれがあったから中国は変わったのか変わらないのかと言われたら、結局もともと世界の GDP シェアの 20-30% を常に占めていた中国はいつかの段階で近代化したら必ず元に戻るわけですから、その戻るのが文化大革命で早くなったのか遅くなったのか100年単位で考えたらちょっとわからないんで、これは後世の歴史家に判断してもらわないととかすごい難しい気がしますよね。短いサークルで見たら20年30年動いてるんですけど、100年単位で見たらあれがあったからガーンと伸びたんやねということも言えるかもしれないんで、自信がありません正直。私はですね、あの本にも書きましたように、基本的には今出口さんがおっしゃったようにですね、毛沢東が劉少奇一派を殺すため、特に劉少奇ですね、毛沢東というのは自分が一番にならないで気が済まない人なんですね。だから劉少奇が一時的にでも上に立ったことに対してもうすぐ腹を立てた、でそれをなんとか、自分が首謀者だとわからないようなやり方で殺すための方法でありましたということを書きました。というのは毛沢東はですね、もともと共産党革命を始めたのは何でもよかったんですね。彼は共産党の本をほとんど読んでないと言われてるんです。この中にも書いてますように、普通の時には全然読まないし、共産主義も理解してなかったんだというふうに私は考えています。というのはですね、実際共産党革命を彼がやりだした時は農民のためだと言いましたよね。しかし未だに農民戸籍というのは、最近ちょっと緩和されたようですけど、農民戸籍と都市戸籍ってはっきり分かれてるんですね。要は 農村に生まれた人は都市に出てきてはいけませんよというふうに、要は影というんですか、イマジナリーなバリアを作って、未だにその都市と農村を分けたんですね。そして共産党を作った時に一体何を言ったんだということになります。ということで基本的には彼は自分の倒すものが当時国民党だったわけですから、倒すものがあればですね、手にする道具は何であってもよかったわけです。たまたまその時共産党という言葉が、掴んだだけで、彼はそれは例えば、帝国主義だったり X 主義だったり Y 主義だったり何でもよかったというふうに思いますね。そしてあと根口さんもおっしゃってられましたように、我々日本にとっては非常に得したんだと思いますね。それは確かにそのとおりです。したがって私は、今だから言うんではなしに、当時小平が、改革開放運動をやった時にですね、パンドラの箱が開いたというふうな気が本当にしました。というのは当時から人口が日本の10倍もあるわけですね。あの10倍の人が今の日本と同じようにあった石油がどうなるのか、そしてゴミの問題もそうですけども、今実際それが中国で行われています。そしてまだ中国が日本の多分5分の1ぐらい の個人所得ですね、まだまだ伸びる余地がある。しかしあの土地でどうやるかっていうのはまた問題ですけど、したがって基本的には中国は、確かにこれから伸びますけども、多分、上の方はどんどん外へ出ていくんでしょうね。そしてあと今奇形児が非常にたくさん出ています。大気汚染、そしてあとカドミウムの米汚染であるとか水汚染ですね。で基本的にこの間鶏肉がの云々の話がありましたけど、ね、あれは全然問題じゃないんです。下に落としたとかね、使ってる水自身が水で洗うと言って、その水自身がすでにもう問題ですから、もう何をか言わんやという感じですね。こういうことでこの本の中にもそういったことも書かれています。しかしね、残念ながらこの本ファーストバージョンは間違いが何箇所があるんです。特に大きな間違いは今ここで2つだけ恥を知るんですね、話したら。そうですか。はい、129ページの、アラブ人って書いてあるとこあるんですね。見てください、アラブ人。当時五漢の時代にアラブ人なんかいる中国に来るはずがないですね。これはペルシャ人と読み替えてください。
もう一つ、あの17ページに、春水が、史実眼項目というのを広めたと書いてます。これも真っ赤な嘘ですね真っ赤な嘘で、史実眼です。これを書いた後ちょっとどうもおかしいなと思って、春水全集を見たらですね、春水は、史実眼はいいというふうな言葉は載ってたんですけど、出願項目は載ってないですね、一行も。この2つ、本当であれば腹を切ってお詫びしないといけないですけど、まあ、この腹はまだ大切ですからねもうちょっと持たせてくださいということで、今回も、皆さん長い間どうもありがとうございました。